今回はダイエット中でもラーメンを食べたいなんて方におすすめの味噌ラーメンの作り方を紹介します。中華麺の代わりに糖質もカロリーもほぼゼロの白滝を使って作ります。それでは作っていきましょう。材料は白滝1袋 230g、 豚こま肉 50g、 もやし 1/2 袋、小松菜 20g、 人参 15g、 キャベツ 80g、 青ネギ大さじ1です。沸騰したお湯に白滝を入れ2、3分茹でておきます。白滝を下茹でしておくことで白滝特有の臭みと余分な水分を抑え、味が染み込みやすく食感も良くなります。白滝を茹でたらざるで水を切り、ボウルに取り、熱いうちに醤油とごま油を少量入れ合わせておきます。こうすることで白滝の癖を消し、味と風味を良くすることができます。これをよく混ぜておきます。冷めていくと同時に味が染みて美味しくなります。丼におろしニンニクと生姜を小さじ1入れておきます。味噌はどこのスーパーでもよく売っているだし入り味噌を使います。味噌を大さじ2くらい入れます。醤油を大さじ1入れます。ごま油を大さじ1入れます。風味と旨味をアップさせるため、桜えびを刻んだものとすりごまを小さじ1入れます。あと豆板醤を少量入れ、よく混ぜておきます。味付けはこれでほぼできたので、簡単に作れます。具材を炒めていきます。鍋に大さじ1の油を入れ、豚肉を炒めます。豚肉は赤いところが見えなくなるまでしっかりと炒めていきます。豚肉をこのくらい炒めたら野菜を入れ炒めます。野菜全体に油を絡めるようにして炒めていきます。野菜に下味をつけるため軽く塩コショウをしておきます。チガラスープまたは元を取れたものを 400cc 入れます。スープをしっかりと沸かしていきます。
軽く煮て野菜の旨味がスープに流れてきたら、味噌を入れた丼の中にスープを入れます。丼に具材をなるべく入れないようにしてスープだけを流し込みます。味噌を溶きながらよく混ぜます。白滝を入れます。炒めた具材を乗せていきます。青ネギを散らせれば完成です。あっさりとした味なので物足りない方はバターやラードなどをプラスしていただいてみてください。しらたきなのでダイエット中の方でも罪悪感なく食べることができますね。詳しいレシピと作り方はブログにも書いていますので確認してみてくださいね。ブログのリンクは概要欄にあります。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。